事件の舞台となったプチトリアノントリアノンの幽霊は、シャーロット・アン・モーバリーとエレノア・アジュール団が、1901年8月10日に、フランスのベルサイユ宮殿のリキュープチトリアノンを訪問した際にタイムスリップを体験し、マリー・アントワネットや、その他の同時代の宮殿関係者を見かけたとされる事件である。二人は共に、イングランドの名門学校の教師だった。 その体験は1911年にエリザベス・モリソンとフランシス・ラモンとのペンネームで出版された彼女たちの著書アン・アドベンチャーの中で詳しく明かされた。オカルト史上でも最も有名かつ最も物議を醸した事件の一つである。シャーロット・アン・モーバリーエレノ・アジュール団1846年に出生したシャーロット・アン・モーバリーは15人の子供に恵まれた家庭の 第10師であった。彼女の父のジョージ・モーバリーは、ウィンチェスター・カレッジの校長を務めた後、1869年に、ソールズベリー首教に任命された。彼女は1886年に、オックスフォード大学セント・ヒューツ・カレッジのプリンシパルに就任した。カレッジの運営を補佐してくれる人材を望み、エレノア・アジュール団にその役割を要請した。 1863年に出生したエレノア・ジュールダンは10人の子供に恵まれた家庭の第一子であり、美術師家のマーガレット・ジュールダンと数学者のフィリップ・ジュールダンの姉でもあった。ほとんどの女子が家庭で教育を受けた時代でありながら、彼女はマンチェスターにある学校に通った。ジュールダンは数冊の教科書の著者でもあり、事件後にはセント・ヒューツ・カレッジの副プリンシパルに就任した。 ジュールダンは、パリに所有するアパートで、イギリス系の子供を個別に教育し、モーバリーがここに泊まりに来ることもあった。ベルトミューラーによるマリー・アントワネット、マリー・テレーズ、ルイ・ジョゼフの肖像画。モーバリーは、プチトリアノンの近くでスケッチをしていた女性がこの絵に、描かれているアントワネットに似ていると主張したキオスクの、そばに座っていた男性の有力候補として挙げられた。 バンドルイユ伯爵シャーロット・アンモーバリーとエレノア・アジュール団はパリで何日かの観光旅行をした後でベルサイユ宮殿を訪問することを決めた。ベルサイユがどんな意味を持つのかということにも無知だった二人はベデカーの旅行案内所でおおよその検討をつけて出かけた。二人が列車でベルサイユを訪れたのは1901年8月10日の午後のことである。 ベルサイユの中でわずかばかりの時間を過ごした後、ブチトリアノンへ行くことにした。二人はまず、樹木の間の小道をしばらく歩いて、グラントリアノンにたどり着いた。この建物のところを左折して通り過ぎると、芝生の生えた幅の広い車寄せの道に出た。車寄せの道を横切ってこの道と交差している細い、道をたどっていった。モーバリーはこの細い道の曲がり角に立っている。 建物の窓から一人の女性が白い布切れを振っていることに気づいた。ジュール団は細い道の右側に無人で打ち捨てられている様子の農家の建物があるのを発見し、古いタイプの隙が転がっているのに気づいた。三本に分かれる分かれ道では真ん中の道の少し先の方に二人の男性の姿が見えたので、二人の女性はその道を行き、男性に道を尋ねた。 モーバリーとジュールダンの質問に二人の男性は、まっすぐ行けと答えた。モーバリーは彼らは、劣気としたお役人で、三角棒をかぶり、灰色がかった緑色の長いコートを着ていたと、記述している。ジュールダンはそこにいた時に、右手にがっちりした作りの一軒家のようなコテージがあるのを発見し、建物の戸口の前に一人の大人の女性と一人の少女が立っているのに気づいた。 女性は少女に水差しを手渡そうとしていた。この二人は絵画的なポーズをとっているようにも見えたという。ジュールダンは二人が着ていたドレスが、その当時全く見かけないものだったので、特に注意を引いたと記述している。二人の男性に教えられた通りに、二人の女性は道を歩いていった。ジュールダンは歩いていくうちに、重苦しくて気が塞がるような夢の中で、 歩いているような気がし始めた。しばらく歩くと道が交差する場所に出た。正面に樹木の中にある一つの建物が現れた。建物の階段のところに厚い黒のコートを羽織り、緑付きの帽子をかぶった男性が一人座っていた。ジュール団は男はゆっくりと顔を向けましたが、その顔は天然痘のアバターだらけで暗い表情を知っていました。 私は彼が特に私たちの方を見ているとは感じませんでしたが、何とも不吉な感じ、しかし何が不吉なのかはよくわからないといった感じでしたと記述している。モーガリーも同様に屋根付きの小さな屋外音楽堂に見えたこの丸いキオスクに来てどうしようもないほどの重苦しい気分に沈んでしまった。キオスクの裏の樹木さえ平べったくて、 生命のないものに変わったように思われ、それはまるで実際の樹木ではなくて、タペストリーの中におられた樹木のように見えるのでした。樹木には光も影もなくなり、樹木をそよがす風もなくなってしまいましたと記述している。また、そばに座っていた男性については、男の顔は嫌な顔つきで、その表情も気味悪いものでした。暗くすやな顔つきに私は驚いたのですと。 記述している。どちらの道へ行こうか迷っていたところ、まるで岩の中から抜け出たか、岩を飛び越えて現れたのか、昔の絵画の中の人物のような感じを抱かせる、髪型の別の男性が突如として二人の女性の目の前に姿を現した。モーバリーは、間違いなく紳士で、背が高く、大きな褐色の目をしていて、硬い感じのカールした黒髪を目と同じように大きな、 ソンブレロボーの下から覗かせていましたと記述している。彼は、奥様があった、奥様があったと叫び、二人が振り返ると、そこを通っちゃいけません。ここを通って、その建物へ行きなさいとか成り変わったフランス語の発音で、道案内してくれた。別の男性は、非常に奇妙な感じの笑いの表情を浮かべ、二人が、感謝の気持ちを伝えるや、いなや、すぐにその場から走り去った。 二人が小さな橋を渡って歩き続け、細い道を通っていくと、すぐに、ブチトリアノンの庭園にたどり着いた。モーバリーは、草の上に座り、スケッチをしている一人の女性を発見した。彼女は若くはなく、どちらかといえば、美しい顔をしていたが、魅力のある顔には思えなかったという。また、白いけど、古くなった帽子をかぶり、スカートの中にも入っている。 ロングウェストの薄い夏用の服を、ネッカチーフ式に肩のところで巻きつけてきていた。ドレスは古風でどこか変わったスタイルだったと、その身なりについて詳しく説明している。その後に、テラスに上がり、モーバリーは今度は、後方からこの女性の姿を見た。不思議なことに、モーバリーが庭園で見た、この女性を、ジュールダンは全く見なかったという。 建物の正面玄関から玄関広間に入った二人は結婚パーティーの到着を出迎え、そのパーティーに参加した。その後に二人が前提から外に出ると小さい馬車が待機しており、それに乗ってベルサイユの中にあるホテルに戻り、ここでお茶を飲んだ。ベルドミューラーによる王妃マリー・アントワネットのが1788年事件から一週間後、 パリ旅行のことを故郷への手紙に書き始めたモーバリーは、あの日の午後と全く同じ夢の中のような、塞いだ気分に囚われてしまい、ジュールダンに、プチトリアノンに幽霊が出ると思っているか尋ねた。ジュールダンはそう思っていると即座に答えた。その3ヶ月後に、どこまで同じものを見たのか疑問が湧いた二人は、お互いに別々にトリアノンを訪れた時の自分の体験を文章に書き留め、 トリアノンの歴史についてもっと調べてみることを決めた。そうしていくうちに、二人がトリアノンを訪問する日のちょうど109年前に、当たる1792年8月10日に、チュイルリー宮殿が襲撃され、スイス衛兵が大虐殺されていたことが分かった。二人は、事件後にも何度かトリアノンの庭園を訪れたが、前に見た場所を発見することができなかった。 あの日にあったはずのキオスクや橋などの観光スポットが姿を消しており、あの日と違ってたくさんの人が来て賑わっていた。二人が調査した結果、以下のようなこともわかった。1911年1月にエリザベス・モリソンとフランシス・ラモンとのペンネームで出版された二人の共著、アン・アドベンチャーはセンセーションを巻き起こし、翌2月に早くも2回増札され、3月にも 増殺された。二人の本名は、ジュールダンの死から7年後の1931年まで公表されなかった。出版直後に、イギリス心霊現象研究協会は、ベルサイユに調査班を派遣して、その調査報告を同協会の機関紙に掲載したが、現象をどう解釈すべきかといった結論は述べられなかった。我々は記憶の正体についてまだよく知らない。 だから何と解釈していいかわからないと結んでいる。どちらの女性も冒険の前後に数多くの頂上現象を体験していることが報告されている。そのうちの一つとして、モーバリーは1914年にルーブル美術館で金の王冠を被り、塔画を身にまとった波外れた背の高さの男性、ローマ皇帝コンスタンティノス一世の幽霊を見たと主張した。 彼女以外は誰もこの幽霊の姿を確認することができなかった。ジュールダンは1915年にモーバリーの公認のプリンシパルに就任し、第一次世界大戦中にドイツのスパイがカレッジ内に潜んでいると確信するに至った。彼女は独裁的傾向を強めた後、多数の教員の辞任を引き起こした自身のカレッジでの指導権に関連した。 カレッジスキャンダルの真っ只中の1924年に急逝した。モーバリーはその13年後の1937年に亡くなった。1981年にイギリスでこの冒険の物語を題材としたテレビ映画ミス・モリソンズ・ゴー・スツが放送された。現在においてタイムスリップと呼ばれているものに巻き込まれ、 過去の亡霊を見たという二人の女性による説明とは異なる非自然的現象の説明は1965年にフランスの大敗的な詩人ロベールド・モンテスキューの伝記を執筆したフィリップ・ジュリアンによってなされた。モーバリーとジュールダンがベルサイユに旅行した時期にモンテスキューは近くに住んでおり宮殿の敷地内で仮想パーティーを行っていたことを伝えている。モンテスキュの友人は パーティーの余興の一部として、この場所で時代物の,の衣装に身を包み、活人が演じた。マリー・アントワネットだと思われた女性は、社交界の富人があるいは異性層、アバタメ面の男性はモンテスキューだったかもしれない。また、フランスの大敗的なアバンギャルドは二人の、エドワード長の独身夫人に不吉な印象を与えていたかもしれなかった。アンアドベンチャー第4版の著作権を所有する。 美術視野のジョーン・エヴァンスはこの説明を受け入れた。心霊主義者の今村孝一は頂上現象の分野でもこれまでぶつかったことがない極めて珍しい実例だとしている。二人揃ってロシア革命の状況をどの歴史書にも書かれていないぐらい細かく見たアレックス・タナウスのようなサイキックな能力の持ち主だったとは考えにくいことからタイムスリップよりも二人が フランス革命時代の生まれ変わりと考える方がまだ現実味がありそうだと述べている。テリー・キャッスルは怪奇的な見方を示した。二人の女性がレズビアンな感情から感応精神病を発症し妄想を共有していた可能性があると指摘している。ブライアン・ダンニングは、ポッドキャストスケプテイドにおいて二人の女性が多くの議論を交わしてノートを共有し、 歴史的調査をもとに、彼女たちが見た何人かの人物を特定していったが、その解釈が誤りだったと結論づけた。彼は、アンアドベンチャー第2版で、モバリーがベルサイユを訪問してから3ヶ月が経過するまでスケッチをしていた女性については、言及していないのと、ジュールダンもそのことを覚えていなかったこと、モバリーとジュールダンのどちらも一方が覚えていたことの、多くを覚えていなかったことが、 明らかにされていると指摘している。ありがとうございます。